こんにちは。今日のテーマは侮るな二階さんの老人力が野党をぶっ壊すです。週末に行ったフジテレビの世論調査では、麻生財務大臣と二階幹事長の留任に対する国民の冷たい視線が目立ちました。まず麻生さんは交代が良かったが 45.7% と、留任で良かったの 43.6% を上回りました。二階さんは留任が交代を上回ったものの4割を切りました。今回の人事では二階さんの岸田政調会長への交代論が飛び交いました。交代の理由に挙げられたのは、高齢と旧民主の議員を受け入れる派閥拡大主義です。結局安倍さんが二階さん留任を決めたのは、菅官房長官が留任を進言したと言われていますが、二階菅両氏ほど岸田さんに勢いがなかったからでしょう。無理に岸田さんを抜擢すると権力のバランスが崩れ政局になるからです。実は僕は二階さんというのは今の自民党にはいないタイプなので、留任した方がいいのではないかと思っていました。まず批判されている派閥拡大主義ですが、確かに選挙区調整をせずに旧民主の議員を自民に入れるのは、同じ選挙区の人にしてみればたまったものではありません。しかし引き抜かれる旧民主にとっての損害の方がはるかに大きいんです。これまで山口剛、松本剛明、鷲尾栄一郎、長嶋昭久、細野豪志というそうそうたる顔ぶれが旧民主から自民に流出しました。いずれも選挙に強く政策に明るいんです。立憲民主が左旋回し、国民民主は右に行きかけても左に戻ってしまう理由は簡単で、旧民主の右がもぎ取られているからです。両党が合流しても政権奪還は難しいです。この旧民主つぶしの親玉が二階さんなのです。もう一つ二階さんの面白いところは、小池東京都知事との関係をキープしていることです。自民の東京都連は前回の知事選と都議選のことを恨んでおり、別の候補を立てると息巻いていますが、保守が割れて野党から息のいい若いのが出てきたら負けないですか。例えば山本太郎とか。こういう時二階さんの小池カードは重要です。小池さんに降りてもらって国政に復帰させるという裏技もありだからです。高齢の政治家への批判は多いんです。携帯に出ない、会合中に寝る、失言が多い、何より今の時代についていけないのではないか。しかし二階さんの老獪な対野党戦略を見ていると、そんなことどうでもよくて、戦に勝つには若くて元気なやつだけではダメ、老人力も必要だと思うんです。以上、本日の平井文雄の永田町4コマ劇場でした。